ちょっとね、この試合超楽しみにしてたんで見たいんですよ、普通に。で、どうせ見るんだったらちょっと配信しようかなということで。で、PK なるし、ワンチャン。今どんな感じなん？全く知らんのやけど。え？負けてんじゃん！やば？ちょっと待って待って。おい、オリンピック行けない感じ？オリンピック行けない感じ？やばいってそれは、おもんないって。え、今オリンピック行けないフラグ立ってるよね。12分から合流します。12分から合流。いや、おもんないでしょ、それは。ちょっと、勝とうぜ。ちょっとめちゃめちゃ忙しかったんですよ、今日。本当に。やべえっす。この試合本当に見たくて。一サッカーファンとして。何このシステム ?540? 何これ？え ?1、2、3、4、5、6、な、何この気持ち悪いカタールのシステム。え、今 64? え、何今の。めちゃめちゃ気持ち悪い。相手一人少ないの。だよね。今俺さ、編集ミスかと思ったもん。テレビの。54?システム。カタールキーパー退場したんだ。それで2-1で負けてんだ。おいおいおい、やばいって。お、関根出てんじゃん。ただね、このね、一人少ないっていうのも逆にやりやすいんだよね、相手からすると。二段ジャンプでレッドもらってました。どういうこと？見たいんだけど、それ。キーパーが何？二段ジャンプして退場したん？どういうことなのそれ。二段ジャンプって何？反則なの？松木交代したんだ。二段ジャンプって何？違反なの？何二段ジャンプって。あ、二段ジャンプ蹴りね。細谷を踏み台にして。あ、だよね。びっくりした。二段ジャンプしたら、退場かと思ったわ。俺それ。そんなルールがあんのかと思ったわ。スマブラやん、二段ジャンプって。見たいんだけど、そのリプレイさ、もう一回ぐらいやってくんねえかな。てか、やばいじゃん、これ。これ負けたらマジでオリンピックいけないでしょ。いや、おもんなすぎるよ、それは。頼むよ。一人少ないんか。8大会連続の出場を目指すじゃん、オリンピック日本。いや、これ止めたらやばいぞ、日本。え、オリンピックさ、その、8大会連続途絶えたらやばいよね。いや、これこそ荒木だよ。だって、荒木のアイディアじゃないときついと思うよ。逆にこうなったら。松木変わっちゃったんだ。え、荒木なんかめっちゃ信用されてると思ったんだけど、出てないんだ。まあ、関根は出てるね。一人少ない方が強かったりするんよね。明確になってやることが。いや、これね、狭いよ。ほら、54のブロック。ミドルシュート命だよ、これ。あー、でも、手こずるな、この54ブロックは。だ、これね、ぶっちゃけね、一人少ないの関係ないよ。ここまで来たら。いやただこれね、一人多かろうが少なかろうが関係ないんだよ。カタールのこの守り方。6、え、何このディフェンスライン。気持ち悪いな、カタール。1、2、3、4、5。セブンバックじゃん。セブンバック。国型の腹筋より割れてるよ、これ。初めて見た、このカタールのディフェンスライン。いや、ミドルシュートパンチある人欲しいよね。いや、これ、荒木亮太郎絶対出してほしいわ。アイディア勝負でしょ、もうこれ。カタールか場所。いや、マジか、オリンピック8大会連続出場でしょ、日本。やばいよ、これ。止めたら。もう、最悪な世代って言われちゃうよ、これ。こっから崩すのむずいよなぁ。あ、だ、平川とかめっちゃいいと思う。アジリティ系だよ。こういう時は。うわぁ、きちぃ。来た！来た！いいよ。そうそうそう。ちょっと、でかい、それは。もう絶対オリンピック行こう。ちょっと、タイタイ FC のためにも行こう。オリンピック。タイタイ FC ちょっとサッカー盛り上がってないとダメなんすよ。新米チャンネルなんで。いやー嬉しいよ。もう一サッカーファンとして嬉しいよ、これは。でかい、これは。これゴリゴリのトーナメントっすよ。いや、これ勝たないとオリンピックいけないっていう超おもんないことになるんで。よかったっすよ。だからカタールさ、今俺後半しか見てないけどさ、相当能力高いね。前線。まあ、日本やっぱね、フィジカルレベルはやっぱ高くないよ、絶対世界で見たら。やっぱ冨安とか三笘が凄すぎるだけだ、あれ。線細いからね、もともと日本人絶対的に。いや、こっから崩すの難しいよ。やっぱ関根くん！うわ、関根、マジでセンスしかねえ、このクロス。関根クロスの精度さっきからめっちゃいいんだよ。この、センスしかない。このさ、浮かして、巻こうとしながら横なんよな。関根多分、超ギャグ線高いよ。関根使いたいね、上手いから、やっぱり。そう。トラップ、うわ、ポケット取った。いや、関根、いや、見た今の関根の。ポケット入るふりしてやめた。で、ポケット入る。いや、関根マジいいわ。ヒップホップだね、関根ね、もう。プレイスタイル。ラッパーだもん、もうプレイスタイル。いや、マジなんかフリースタイルなんやな、本当に。ワクワクするもん、関根ボール持つと。なんかやってくれそうだもん。いや、気持ちいいとこ刺して、今度自分がポケット。いや、関根に入れたらなんか起こるわ。いや、マジでなんか、おもろい。一番ボール持った時にワクワクする。今の何気ないくさびとかもさ。なんか、力加減もタイミングも、なんかね、ちょっとね、ずれてるよ。反拍ずれてるというか。あ、ブラッドリー感あるよ。ブラッドリーよりも、多分、チャラいな。関根の方が。うまい、今の関根のトラップ。関根俺、マジ逸材だと思うけどな。本当に。後半からしか見てないからあれだけど。ただ、攻撃の関根、すごいよ。関根、普通に俺、サイドハーフでもいいと思うよ。もう、怖いよ、普通に。あ、関根、みんな、何、ボロクソ言われてんだ、関根。その、前半知らんからな、俺。いや、今から見た感じで、
せよ関根めっちゃいいけどね。まあ攻めてるからか。そうね、サイドバックはね、やっぱまあディフェンスってこともあるから言われるんだからね、サイドハーフでもいいんじゃないかな関根は。あれあれ、二段階ジャンプ見れんじゃない？俺まだ見てないよ、二段階ジャンプ。ちょ、見たい。二段ジャンプマジで見せて。俺まだマジで見てないから。ちょっと頼む頼む。そんなんいいって。そんなおもんないヘディング。いいいいいい。二段ジャンプ見せて、ほんとに。まだ見てないんだよ、俺。でも、カタールのハイライトしかやってないじゃん。え？カットされたんじゃないこれ。二段階ジャンプ。え、ちょっとこれカットされてない？おい。え、何あれ、コミュニティガイドライン引っかかったあれ。え、コミュニティガイドライン引っかかったべ。俺見てないんよ、二段階ジャンプまだ。いや、俺 X で見たくないんよ。この大画面で見たいんよ、そのおもろいやつ。いや、ちょっと二段階ジャンプ見せてよ。え、これ NHK だっけ？いや、でもさ、そのグロいからって言ったらさ、NHK でしょ。いや、進撃の巨人の方がグロいから、普通にリヴァイ兵長の方がやってることやばいからね。その二段階ジャンプよりリヴァイ兵長の方がやばいって。え、その俺二段階ジャンプマジで見たいんだけど。え、ちょっと見ちゃう、俺 X で見ちゃう。もう撮っときたいな、大画面に。ちょ、 X で見ていいっすか、二段階ジャンプ。え、なんて調べれば出るかな。二段階ジャンプで出る技の名前みたいになってる。二段階ジャンプで出ないな、二段階ジャンプじゃ。あ、おっとっと、二段階ジャンプあった。スローモーションだな、でも。待って待って、おもろうわ、絶対余計なことしてるもんな、これ。いや、これスマブラのコマンドであるよ、これ。え、なんなんだろうね、これね。絶対ちょっと悪意あるもんな。やばい、やばいやばい、タイマーがミスった、ミスった、ごめんなさい。ちょっと、これ二段階ジャンプ見てたら遅れちゃったよ、ちょっと待って。いや、いい、荒木、そう来た、荒木だ。いや、これっすよ、荒木は。あそこの、ルーターだね、荒木は。ポケット Wi-Fi だもん、荒木。いや、今もうポケット Wi-Fi でしょ。一瞬でこの中間ポジで、そう、いや、気持ちいい、荒木のここ。いや、中間ポジション誰寄せるって、ここが早いんだよ、判断が。荒木だ、イケメンすぎる。全部イケメンだもん、荒木。いや、荒木の気持ちいいところ、いや、荒木マジか。また荒木ポケット Wi-Fi だ、フリー Wi-Fi だ。いやー、行きたいね、これ。荒木はどんだけはルーター出すん、マジで。無線LANだね、本当に。大学ん時いてほしかったわ。そしたら俺速度制限来てないわ、荒木いたら。来たんじゃない、これ。おお、よく止めた。あー、もう勝ち確だ、これは。もう遊戯王の BGM 流れたね、今。千年パズル反応したわ、今。だから一本目よく止めたな、今。キーパー。この一周でキーパーよく止めたけど無理だね、これは。キーパーマジよく止めたな、一本目。関根とハンドリックって共存できるんだ。ハンドリックって左もやるんだね。見て、関根また、いや、マジ、関根、バケモンや、マジで。うわ、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 うわ。いや、この時間帯でさ、まだポケット取るの、関根。行かれてるって、ちょっと。え、怖っ。いや、荒木の矢印折り。いや、藤尾が縦のえぐり、いいな、これ。いやー、カタール、ショックだね、これは。いや、カタール、ちょっと、キーパーの選手、ボロクソに、家帰れないべ、これ。まあ、プレイオフ以上確定か。いやー、これ退場したやつ、やべえなー。ということで、はい、動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。